富士急行、富士急ハイランド鉄骨番長し運転中の鉄骨番長を回転するブランコ鉄骨番長は富士急ハイランドの回転ブランコ型アトラクション。2009年7月18日開業。通称天空の回転ブランコ。CM キャッチコピーはまた変なものを作ってしまった。なお、長島スパーランドに2012年3月17日に開業した。 スターフライヤー2012年7月28日にグリーンランドに開業したスターフライヤー悟空及びニュー入漁マワールドに2013年4月27日開業のバードフライヤーは同機種であるオーストリアのファンタイム社製スターフライヤー4本のアイヤーに取り付けられたブランコが上昇加工を繰り返しながら水平回転をするアトラクション上昇加工する原収は エレベーターと同じである。高さが50メートルを超える回転ブランコ型アトラクションとしては日本初登場かつ日本最高のスペックを誇る。2014年3月10日上昇中に地上23メートルの高さで緊急停止した。制御装置のケーブルが切断されたことが原因とされている。乗客23人が乗っていたが怪我人はいなかった。ありがとうございます。